画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。というわけで皆さん今回実写です。先日行われましたデッドバイデイライト7周年の記念放送、皆さんご視聴されましたでしょうか。とんでもないたくさんのね、アップデート内容、こちらの方はね、全部ほぼほぼね、情報として公開されました。少し7周年放送をね早まってしまったっていうのがあったんですけども、リークのせいでね、リークは良くないよ本当にね。この7周年、一体どんなものを用意しているのか、というのをね今回この動画で簡単に説明いたしますんで、ぜひとも皆さん見ていってください。はい、まずですねここに出しましょう。これデッドバイデイライトの8年目何をするかっていうロードマップ、になっています。こちらね、ご覧いただいているようにね分かる通り、ボンと大きくしますよ。チャプター、6月に新殺人鬼、シンギュラリティ、そして生存者にガブリエル・ソーマで、新マップに、トーバ着陸地点というマップも来ます。そしてゲーム内イベント、7周年のイベントでしょうね。で7月に、チャプターこちら新生存者、これもねもう公開されています。これニコラス・ケイジ、映画大好きな私からするとね、もう、私得でしかないんですけども、このなんとニコラス・ケイジがニコラス・ケイジとしてなんと追加される DLC と、そして学術書の16で、8月に、新殺人鬼、新生存者、そして新マップ、これがねマップ付きでまた来るということなんですよ。で、ゲーム内のイベントもある。で学術書17が10月に来て、11月、こちらがね10月と11月またいで、ゲーム内イベントもやりつつ新殺人鬼、殺人鬼のみが来るよと、そして2024年来年の1月になります。ゲーム内イベントもあるんですが学術書の18です。そしてですね、新生存者、が、単発で入ります。だから新殺人鬼遅れて新生存者バラバラで来ると、でマップのグラフィックアップデートがあります。で3月、チャプター新殺人鬼、新生存者、新マップ、そして4月学術書19と、なっているんですけども、この全期間を通して常にマップの改善、ゲームのバランスの改善、こちらの方もねやっていくということらしいですよ。なんとこのうちの2つ、新生存者、新サバイバーみたいなところね、なんとコラボらしいです。これは間違いなくコラボが2つ立て続けに来ると、いうことは放送で、お伝えされてましたね。さあ、新キラー、次の、新キラーなんですけども、シンギュラリティ、もう有機生命体、生物と機械が合体したような新しい生命体、これが、襲いかかってくるっていうね。デッドバイデイライトでいくと新境地にあたるコンセプトな世界観になっています。どこに近いかといったらプレデターとか、そういったところに近いんじゃないかな、世界観、になってますね。アナイアレーションとか、いろんな映画あるんですけどね、ブレードランナーとか、そういった雰囲気を感じます。なのでコラボ立て続けに2つあるってことだよ。このここで世界観をね、SF に一回こう入ってもらって、これを布石としてね、エイリアンとかターミネータープレデターにつなぐんじゃないかってなんとなく私思ってるんですよね。これはねちょっと楽しみです。パークはまだ明らかになっておりません。そしてですね、かなり話題、賛否両論になるかもしれませんけども、フェイスキャンプ対策を
公式がやるということですね。これね結構難しい話題ではあると思います、フェイスキャンプって皆さんもね体感したことあると思いますけども、まあ釣られてる生存者からほぼほぼ離れないで一人落としきるまでそこに居座るっていう行為ですね。ただこのキャンプがどこまでかってなるとちょっと難しくなってくるんですけども、人それぞれのね、まあ感覚っていうのがありますから、まあ、このフェイスキャンプに対して、まあ、対策されると、いうことでですね、これ釣られてる生存者が殺人鬼が近くにいると、まあ、その専用のメーターがたまりまして、これがいっぱいいっぱいになると自力脱出できる、まあ、いわゆる解放とか、釣る肉で脱出した、4杯脱出したようなあんな感覚で、まあ、脱出できるようになる、それはねもう、我慢ステータスとか迅速ステータス、もきちんと効果が得られる。でこれに関してね、最後エンドゲームコラプスになった場合どうなるのか、なった場合決死の一撃とかオフレコと一緒で、最後、発電機が全部もう通電している状態だとその効果は発揮しないと、いうことらしいです、でそのね問題になってるのはその専用のメーターがどういう溜まり具合をするのか、こちらが気になるところだと思いますけども、まあ、もちろんその釣られてる近くにいれば溜まるわけですよね、キラーがね、それが5メートル以内では非常に速くそのメーターが溜まる。で5メートルか10メートルではそこそこの速さで、16メートル以上、まあ、遠くにいるときはメーターが溜まらない、16メートル以上ね、で生存者が近くで救助待機している場合溜まるメーターが遅くなる、でメーターは交代することがなく、かつですねキラーからそのメーターを見ることはできない。だからこう感覚的にね16メートル離れてるだろうと思ってね、まあ、離れてはいるけどもちょいちょい見誤って多分メーターとか溜まると思うんですが、それを自分で見ることができないわけですね、視覚的に。まあここはね、まあ、見れてたら見れてたでね、近くに救助待機の生存者がいたり、するのがバレてしまう。で、まあ、難しいところだと思うんですよね。でこの複数回のあるマップ回数が違うやつ、とかね、こういう場合でも機能するということらしいです。まあ、そうなるとねギデオンとか分かると思うんですけど、釣られてる人の真下にキラーがいた場合救助のチャンスじゃないですか、よっぽどそのすぐ隣に階段がない限り。こういった場合キャンプって言えませんよね、私の感覚では言うと。結構救助してからキラーは遠回りして上に上がってきてみたいな、ミッドウィッチ小学校とかもそうですよね。下の階に行くけどこっからだと上トイレのとこ脇の板を壊して上に行かなきゃいけない、めんどくさいみたいなとこあるじゃないですか。じゃあそこの真下にキラーがいたらメーターが溜まっちゃうのかみたいな、そういったね問題っていうのはね多分今後非常に重要になってくるんじゃないかなと思いますね。まあこれもすごいつぶさに観察して、モニタリングして、アップデートを繰り返すということらしいです。まあこれはねやってみなきゃ分かんないけどちょっと怖いシステムだね。生存者からするとすごいありがたいと思うんですけど、キラーからするとねこの一人を落とさないとゲーム的に有利にこの後運べないぞっていうシーンって結構いっぱいあるんですよ、今のデッドバイデイレイトって。で作戦的なそのキャンプってのを、まあ、キラーが選択することの自由を認められてるわけなんですけども、そこがシステムによって制限される。これがどういったねプレイスタイルに派生していくのか、そしてまあキラーのプレイスタイル、に制限がかかってしまうのかとかね、まあその辺の懸念点はねもちろんあります。そして次行きましょう。マップのバランス調整ももちろん多く行われるということなんですけども、コールドウィンドファーム、ブラッドロッチとかいろいろねまあ調整されたと思うんですけども、今回の夏にですね、
フラクチャードカウシェッドランシッドアバトワ、こちらのねマップ、はい、調整されると、地形の配置、とかね、そういったチェスポイントとか、うん、発電機トーテムの位置とかね、そういうのがね、修正されるということです。はい、いや、そしてね、面白いね、やっと来んのかっていう機能が、パークの検索機能やっとよ。いや、どこに何のパークあるのかもう増えすぎて、わけがわからなくなってた。これが検索によって一発で探し当てることができるということで、これもね、めちゃくちゃいいアップデートになると思います。はい、あと面白いアップデートもありますよ。生存者が途中で切断してしまった場合、残り3人でプレイしなくちゃいけないじゃないですか。ところがどっこい、アップデートでこの切断された1人、これが AI に切り替わるというアップデートが、まあこれね、DVD モバイルでもあったと思うんですけども、あの DVD モバイルよりもあの PC 版とかこのコンシューマー版のボットって結構なんていうか優秀な動きすることも多いんで、まあこの辺に、少しこう切断された時のさ、サバイバーのとんでもないデメリット感を軽減できるんじゃないかというね、アップデートです。あと通報した時にね、その人が、まあ、チーターだった場合ね、その後そのアカウントがどうなったかまで追うことができるような機能とかも追加されるらしいですよ。さあ、そして6月22日ねじれた仮面舞踏会、こちらのねイベントもデッドバイデイライトに、また実装されるとありましたね。素敵な仮面、なんかトリックスターとかもありましたけど、なんかほんと舞踏会みたいなやつね、それがあると、期間限定なんで、ぜひとも皆さん通りましょう。これはね、開催日時がねもう指定されてます。まあ6月22日に帰ってくるとなっているわけですけど、開催日程が5月24から6月21と、はい、前夜祭は3週間行って、1週間ずつデッドバイデートの時代を、フューチャーしたものになっていると、はい、いうことになってるらしく、ログインボーナスとか、もういろんなものが用意されております。で、面白いね、また情報も追加されてますよ。なんとですね、デッドバイデイライトこのビヘビアインタラクティブから新しいゲームがまた2つ、スピンオフとして、はい、今制作中だということですね。一つはアドベンチャーゲームみたいなやつですね、ホラーアドベンチャーみたいな、どういうものかって言ったら皆さん想像してもらえると分かると思うんですけど、クアリーとか、はい、ありましたよね、アンティルドーンとかね、はい、そういった、まあ、感じのゲームです。このクアリーとかを、まあ、その作った会社、こちらがね、まあ、アンティルドーンもそうなんですけども、ダークピクチャーとかね、こちらの会社がこう一人称用のそのインタラクティブなアドベンチャーゲーム、はい、これを開発中、デッドバイデイライトのねゲーム開発中ということらしいんですよ。結構あの手のゲームって面白いじゃないですか。だからすごい期待大、はい、そしてもう一つのゲームはですね、こうビヘビアインタラクティブの傘下にある会社がなんか現在開発を進めているらしい PVE、 プレイヤー VS エネミーのまた別の形、まあ我々プレイしてるのは PVP、 あの人対人をやってるわけですけど、これが人対コンピューターの、まあ、何かゲーム、デッドバイデイライトに関わる何かが出るということで、こちらの2つめちゃくちゃ楽しみです。あと、とんでもないコラボ、私個人的に7周年の記念配信で一番声を出してしまったコラボレーション、こちらが来ます。何かと言いますと、スリップノットね、スリップノットとコラボ、あのバンドと、私ファーストアルバムもその発売日当初に買いに行って、未だにヘビロテしていますよ。まあ、もちろんその後のあのアルバムとかもね、ほとんど買ってるんですけど、スリップノット、こちらがね、仮面、これ特徴的なね、あの殺人鬼の苛立ちをしたあのバンドメンバー、この、人たちってずっと、まあそのファーストのねデビュー当時から変わらないコンセプトでやってるんですよ。もうほんとホラー映画の殺人鬼、この仮面が全員分実装されるらしいです。はい、これすごいことですよ、ね、9つのね
その殺人鬼用の仮面を制作していると。いやできたらわしね、サバイバーの服とかも欲しいですけどね。うん。そしてアイアンメイデンともコラボするっていうね。いや、あのヘビメタの帝王ですよ、アイアンメイデンですよ。まあそこから着想を得たスキン、あと楽曲提供もしていただけるっていうねことらしいんで、その辺もめちゃね、その辺もすごい気になりますよね。この素晴らしい二大ミュージシャンのコラボレーションも、来年あたりにあるということらしいです。で、7周年記念配信で、なんと日本人の方が出演されてたんですけども、サイコブレイクとかさ、ゴーストバイヤー東京とか、まあ、昨今のその日本のホラーゲームで、ヒットしてるものあると思うんですけど、そのゲームのね、デザインを担当してた方が、なんと今回、スキンの担当してくれると。いろんなね、特徴的なかっこいいスキン作ってくれてるということで、チラッと見せてもらったんですよね、公式放送。リージョンの、90年代スケバンみたいなやつとかね、そして鬼のね、火山のスキン、とかもね、そしてね、木村優衣とか、いろいろね、かわいいやつとかかっこいいやつをね、デザインしてくれてる。で、トラッパーのね、クマ。やばいね。トラッパーのクマスキン、すごいなと思いました、ね。そのスキンアップデートの中の一つですね。なんと、メメントモリのアニメーションも特別になる。買わなきゃいけないでしょう。あと面白いね、ものとしてプレイヤーカードなるものが実装されると。自分の自己紹介カードみたいなね、ゲーム内の、そこにですね、なんか魔除けとか、自分の好きな、スキンの、やつとか、をこう載せたりできる。まだなんかいろいろと開発中らしいんですけども、そこに自分で個性的なキャラクターのカードを作って、まあ多分パブリックに見れるようにしてあるみたいなものなんでしょうね。だから集めたスキンとかそういったものを自慢できる場所になると、いうことですね。はい、いろいろとね、喋ってきましたが、この辺がもう主なアップデートとなっております。ますますここから勢いを、映画化も控えてますから、ブラムハウス制作でね、DVD 映画化も控えてる。そして、生放送中にちょっと触れてましたけども、 DVD のコミック漫画も発売するまあザ・アメコミって感じだったんだけども、これもめちゃくちゃ楽しみ。もうそんな目白押しなこのデッドバイデイライトのアップデート情報でございましたけども、今後もね、皆さんにどんどんこのゲームの面白さ、まだやってないよっていう人たちにも向かってもね、発信し続けていきたいと思いますんで、ぜひとも皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。そういうことだ。